こんにちは、長野インターネットオスゴップと申します。はい、そうですね、ちょうど10周年ですね。そうですね、まあ昔からのファンの方もそうですし、まあ、新しい試みも今回はちょっと試しというかやってますので、はい、そういう意味ではだいぶ本当にいろんな人が来られた、まあ、10回目かなとは思います。力というか、まあ、力は毎回入れてるので、はい、あれですけど、まあ、今までの違う試みとして、はい、今回はスーパーカーをちょっと入れ込みまして、はい、今またお子様とかが結構ね、HDG はその車離れとかそういうことも言われましたけど、また小さいお子さんがスーパーカーをなんでしょう、すごく興味を持っているのがすごく増えてきたんですね。コマーシャルとかもプラモデルとかもいっぱい専門を作ってますからね。そういう意味ではスーパーカーを得たことによって、まあ、お子様が連れがすごく多くなったかなという感覚はありますけどね。家族と一緒に来られるのはこれだけだよ、はい、そうですね、はい、それをまあ目指して最初からやってましたので、まあ全国的にもやっぱこのイベントっていうのは珍しいイベントだと思います、はい、そうですね、まあ、出演してる、まあ、芸能人って言っても、まあ、本当に僕たちを好きになってくれる、まあ、本当にお金だけただ寄ってる芸能人ではないので、はい、本当にこのイベントを盛り上げようとか、まあ、あるいは僕の友達の芸能人たちなので、そういう意味では本当に出てる人たちも楽しんでるんじゃないかなと、そういうのは思いますので、本当に心からこのイベントを協力したいとか、本当にこの心からこのイベントに出たいっていう人たちだけで成り立ってるイベントなので、なんかいつもより車の数が多い感じがしますね。そうですね、車も、まあ、集客も今回はかなりありましたので、はい、話題を呼んでるスーパーウィークエンド、そうですね、はい、今後どんな風に、そうですね、やはり、まあ、日本一のイベントにしたいので、まあ、この函館もこれ以上はなかなか多くできませんからね、はい、で、まあ、このただ幸いにもこの近くに、ビッグアップとかホワイトリンクがありますから、はい、まあ、それだけはそこを拡大してシャトルでつなぐって、まあ、そんなようなものにできればいいなと思ってますけど、ビッグアップはでっかく、はい、そうですね、はい、夢ですね、はい、ありがとうございました、はい、すいません、ありがとうございました、はい。